おはようございますグロインの基準価格変動要因について解説いたします。グロイン毎月分配型の6月19日の基準価格は2624円でした。前日比マイナスの0.3%マイナスの8円の下落となりました。グロインの基準価格は前日のルクセンブルグの16時 ニューヨークの10時の時価に基づいて計算されています続いて、為替と株式別の変動要因です基準価格の変動額8円のうち為替要因がマイナスの14円株式要因がプラスの6円でした18日の株式市場は 欧州は下落しましまたが米国は上昇しましまた米国ではコロナウイルス感染の第2波への懸念からもみ合いの動きとなり SP500 指数はプラスの0.1%上昇しました中でも公益株指数はマイナスの0.04%とほぼ変わらずの動きとなりました為替は コロナウイルス感染拡大リスクが意識され円高となりマイナス要因となりました。以上となります。